ピカイチは、まあ、話は変わりますけどね、最近香港映画って来ないでしょ。香港映画もね、いいのを作ってると思うんですよ。だけどもう一本立てになってからね、日本が完全に一本立てになってから、もう香港映画は来なくなりましたね。香港映画を一本立てでやるっていうのはかなり勇気のいることだろうと思う作品がいっぱい作られてるんじゃないかなと思いますね。まあ日本もそうなんで、日本も一本で上映する、外国で上映するって言ったら怒られるような映画がたくさんあるんじゃないかと思いますからね。でもね、この頃良かったんですよ。日本立てだからね。1979年の7月に公開された、ジャッキー・チェンのを有名にしたというか、あ、こんな人がいるんだと思わせた映画です。東映が引っ張ってきました。なんでこれをまあ、お盆映画でしょ。7月21日ですかね。今お盆映画とかお正月映画ってあんまり言いませんけどね、まあ目玉映画やってたんですよ。で、トラック野郎熱風5000キロってトラック野郎シリーズでしたね。お盆とお正月がトラック野郎でした。で、東映ですね。で、松竹は男はつらいようですから、で、トラック野郎と日本立てというね、とんでもない組み合わせでございますね。今だったらもうないですね。もう絶対ないです。もうこの先ないんじゃないかと思う。もう映画が終わるまでも、もうこういうスタイルもっと変わって面白くなくなっていくシステムになりそうですけども。で、上映時間は結構長いんです。1時間41分もあるんですよ。で、これがね、でもめちゃめちゃ面白い。もう詰まってるんですよ。で、この間紹介したね、死亡遊戯、ブルース・リーの。ブルース・リーが亡くなってね、もう香港映画来なくなっちゃったんですよ。まあ、ホイ三兄弟なんかあるけど、これの後じゃないかなと思うね。だから、もう、憲法ものとかね、少林寺憲法とかね、そういうものが、もう、香港映画は見る機会がもうないかなと思ったところで、東映が、うまいとこからなんか面白いもの、やっぱりもう世界中の映画を見てんだなと思っちゃったんですけども、持ってきましたよね。ジャッキー・チェンというものを有名にしました。で、日本こう契約し、ある、フィルム会社と契約してて、この前に、邪剣と蛇の剣というのを、作ります。で、水剣というのをこれ後で作って、後のやつを、持ってきた。で、これバカウケしたんですよ。トラック野郎よりもバカウケ。で、ジャッキーちゃんを有名にしちゃったんです。で、水拳を。水拳の後に、その前の邪剣を持ってきました。それから、少林寺木人拳、他の会社で作ったのをどん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 持ってきて、ジャッキーチェンブームというのが、日本で巻き起こるわけです。で、アメリカにも挑戦していきます。まあ、ちょっと初めはアメリカには行ききりませんでしたけれども。だけど、まあ、ジャッキー・チェンを世界中に有名にするきっかけになったのが、この水拳だったんですね。で、水拳を輸入した東映だったと思います。これで注目されたわけですからね。面白いですよ。もうほとんどオープンロケという、外でね、もう照明も何もいらないっていう。音声も後で全部入れてるだろうっていうような感じの安上がりなんですよ。で、撮影期間がものすごい短いらしくって、大慌てで撮ったらしいんですね。で、これずーっと真っ赤っかでしょ。うん、これね、酔ってるんじゃない、酔ってたら撮影できませんからね。で、メイクだと思うでしょ。メイクしてないんですよ。今だって絶対メイクしたら CG 使ってる。撮影のね、向こうで何て言うんですかね、レディーアクションじゃないでしょ、何言うでしょうね、用意スタート。その前までね、逆立ちしてね、それで赤くしてるんですよ。そんな撮影の言い方してたんですよ。で、本番始まる前まで逆立ちして、体中真っ赤にして、で、本番が始まってバッと起き上がって、カチンコが鳴るっていう、まあ、いい時代でございますよ。うん。で、これがね、アクションだけじゃなくてね、コメディの要素をね、まあ、土台はコメディですからね、
ものすごく楽しめるわけですね。トラック野郎が A 面でこっちが B 面だったんですけども、 B 面の方を有名にしちゃったというね。トラック野郎はもうこれで終わりますからね、もうつまんないんでね、という映画でございます。歴史に輝く、ジャッキー・チェンの第一作と言っている、もうずっと出てますけど第一作と、日本にとっては第一作でいいです。水拳、ぜひ見てみてください。これを見た後は絶対に、ジャケンをもう見たくなると思います。ドランクモンキー水拳、ぜひご覧ください。